久保さん、久保さんの後継者、入社シイです。まあ、久保さんと僕、10年離れてますんで、まあ、んまあ、こう、そ、そのまま行けば、そのまま行けば、まあ、10年先を行ってる久保さんの方が早く亡くなる可能性はあるんですけど、僕の方が早く死ぬかもしれないですけど、まあ、久保さんがいなくなっても大丈夫です。あとは、僕にお任せください。<laughs> ずっとやりますので。何ですかね、あの、 久保さんと僕がやってることって、まあ、今はね、ちょっと違う部分はありますけど、本質的なその発信ですよね。で、その発信のレベルが、ちょっと他の人と違うし、やり方がちょっと違うっていう。まあ、だから久保さんと僕結構似てる部分あると思うんですね。発信の仕方、スタイル。多分、僕と久保さんのような発信スタイルで、なんかいろいろできる人って多分います多分あんまりいないですよ。うん。しかもこの量をこなせる人。この量をこなせる人。 まあ、久保さんも言ってましたけど、この億万長者合宿、吉谷さんみたいなこのリデオを続けられるのは吉谷さんしかいないっていう。で僕も思いますもん。このやりとりを続けられるのは久保さんしかいないと思ってます。他には多分無理です。で、なんでできるかっていうと、お互いに、まあ、まあロ、ロが名前が一緒だからじゃないですか、ーが。<laughs> ね。これよく言いますけど、同じ境遇ですよね。 いつもあの、ローをね、太郎のローで書かれてね、明朗のローで書かれないっていうね。これね、毎回なんで、なんでこの明朗のローで書かれないのかなっていう、これ先入観ですよね。ローはこっちのローみたいな。みんなこっちのローってあるんでしょうね、先入観が。月にはならないんですよ。これ多分一郎選手もね、一郎門のローもこ月きな、だと思うんですけど、出川哲郎さんとかもこっちの月だと思うんですけど、まあ多分同じような悩みというか、 なんかあったんじゃないかなっていう <laughs>。毎回間違えられるっていうね。まあそんな同じ境遇で、あの、なぜか、あの、生きていますので。はい、久保さんが亡くなった後、僕がひたすらやります。いってらっしゃい。